アマースト郡はアメリカ合衆国バージニア州の中央部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は32,353人であり、2000年の31,894人から1.4%増加した。郡庁所在地はアマースト町であり、同郡で人口最大の町は国勢調査指定地域のマディソンハイツである。アマースト郡は リンチバーグ大都市圏に属している。アマースト軍は1761年にアルベマール軍から分離して設立された。軍名はカナダの征服者として知られるジェフリー・アマーストにちなんで名付けられた。アマーストはバージニア植民地総督に指名されていたが、この植民地に来ることはなかった。アマースト軍となった地域の最初の住人はインディアンだった。 彼らは地域に数多い川や小川で狩りを行い、魚を釣った。1607年にバージニア植民地が設立され、イングランド人移民が北、アメリカに到着した。17世紀後半までにイングランド人探検家や交易業者がジェームズ川を遡ってこの地域に入った。1710年から1720年の間に初期交易基地が作られた。 1730年までに多くの家族が土地とタバコを栽培するに適した土壌に引き付けられて現在のアマースト郡地域に移住してきた。アマースト郡は1761年にアルベマール郡の南半分から作られた。当初の郡庁所在地はケーベルスビルにあり、後にネルソン郡のコリーンとなった。1806年。 軍内北と半分からネルソン軍が作られ、現在の軍域になった。この時に軍庁所在地がファイブオークスの村に移され、後にアマーストと改名された。現在の軍庁舎は1870年に建設され、現在も使われている。アマースト軍は南北戦争の間にアメリカ連合国のどこよりも人口あたりに出生した兵士の比率が高かった。 軍の初期は主要作物がタバコだった。19世紀後半にリンゴ園が混合農業に現れ、タバコに置き換わった。製材、工業、製粉も重要な産業だった。19世紀に鉄道が開通し、軍の成長に大きく影響した。軍内には18世紀、19世紀及び20世紀の田園部また小さな町の建築例が豊富にある。 アマースト町中心街は20世紀商業建築の古典的な例である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は479平方マイルであり、このうち陸地475平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.75%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。